2015南米ユース選手権は27回目の南米ユース選手権である。2015年1月14日から2月7日にかけて行われた。ウルグアイの3都市で行われた。抽選は2014年9月29日に行われた。ポット分けはアルゼンチンブラジル、パラグアイウルグアイ、コロンビアエクアドル、チーペルー、ボリビアベネズエラ、各グループ3位までが 決勝ラウンド進出。勝ち点が同じ場合、順位は以下のように決める。特殊点差特点直接対決結果時以下、すべての時間は、ウルグアイ夏時間。アルゼンチン V エクアドルパラグアイ V ボリビアアルゼンチン、V パラグアイエクアドル V ペルーアルゼンチン V ペルー、エクアドル V ボリビアパラグアイ V エクアドルボリビア V、ペルーアルゼンチン V ボリビアパラグアイ V ペルーブラジル。 ブイチリウルグアイヴィコロンビアチリヴィベネズエラブラジル。ブイウルグアイチリヴィコロンビアブラジルヴィベネズエラ。コロンビアヴィベネズエラウルグアイヴィチリブラジルヴィコロンビアウルグアイヴィベネズエラアルゼンチンヴィペルーパラグアイ。ブイコロンビアウルグアイヴィブラジルパラグアイヴィブラジル。アルゼンチンヴィコロンビアウルグアイヴィペルーペルーヴィ。コロンビアアルゼンチンヴィブラジルウルグアイヴィパラグアイ。ペルーヴィブラジルアルルゼンンチパラググアアイイ コロンビアパラグアイ V ペルーブラジル V コロンビアアルゼンチン V ウルグアイありがとうございます。